みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほとりみです。やばい、この久しなんかこの挨拶を久々にやった。しほですってようになった。あー、しほとっていうの久々だなと思って。なんかね、もうね、机がね、小さく感じるんだよね。そうね、二人並ぶとちょっと机新しくした方がいいかもね。二人でやるときはさすがにもう大きいからね、二人ともね。ということでね、はい、今回は視聴者さんにもらったプレゼント、まあ私は誕生日プレゼントなんですけど、プレゼントをもらったので紹介していきたいと思います。いや、いつも本当にありがとうございます。はい、いつもね、すごくすごく応援してくれる視聴者さんがね、はい、そうなんですよ、本当に来ましてね、本当によくその方からもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、今回はそのプレゼントの中身を紹介していきたいと思います。はい、じゃあリミちゃんからいきましょうか。もう出てるので、はい、まだもう出てるんでね、リミちゃんからいきます。プーさん、プーさんのぬいぐるみだね。ハッチのプーさん、かわいいね。めちゃかわだね。後ろに羽がついてハチだね。かわいい。次なんか袋がね、ディズニーストアのね、そう、ミッキーなんだよね。いやー、さあ、何でしょうか。おお、これはプーさんの、なんだ、なんかスパバッグ。スパバッグ、スパバッグ。あ、お風呂とかに持っていくやつじゃない。あ、かわいいじゃん。いいじゃん、かわいい。色も大人っぽいっていうか、ちょっと ね、はい、しばらくね、使えそうな。はい、お、タオルだ。広げて、かわいい。あ、リミの好きな水色じゃない、しかもね、すごいじゃん、よかったね。かわいい、かわいい。裏は綺麗な青で、はい、ちょっと柄をちゃんと見せてください。こんな感じです。かわいい。プーさんと、いいじゃん、プーさんと洗濯物です ね、うん、ねこれめっちゃかわいい。かわいい、よかったね、リミ。うん、よかったね。じゃあこれとこれをセットでどっか旅行とか、まあ、ね、温泉とかね、行けるね。ね、行ける。これから、まあどうなるかわからないけど。見えちゃうよ。ん？見えちゃっていいんだよ。だってあのタオルとかだから。プールバッグだって透明じゃん、みんな。確かに。次に私のもらったプレゼントを紹介します。はい、まずね、なんか。袋が大きくて、こんな感じに入ってますね。これと、まずこっちのね、袋のマトリオオーシカみたいなの入ってる袋を先に紹介していきます。さらに袋なんだけど、うん、かわいい、ピンク。かわいい、ピンク、ピンク。開けていきます。マトリオオーシカだね、やっぱり。分かって言ってんのかな。マトリオーシカだね。マトリオーシカってさ、どんどん小さいのが出てくるやつ。そうだよ、袋形は違っても袋は袋だから。まあ、そういうことね。マトリオーシカじゃん。まずは2つ入ってますね。まず1つ目がこちら。どういうの、それ、これ、かわいい、かわいい。ブラシ、ブラシじゃない。え、すごいかわいい。じゃあ開けてみますね。うん、大丈夫、開けられる。私ガチで苦手なの、こういうの。本当にいつも苦手だよ、ね、やったきて。いつも苦手だよね。爪切んなきゃな、剥がれた爪が。今まで爪が剥がれた。私の爪弱いから。マジマジ、はい、ありがとう。ということで、はい、あ、すごい、台座がついてる。台座なんだ。見てください、かわいい。これ台座がついてて、こう出せるっていう。え、かわいい。超かわいいんだけど。これです、はい。ありがとうございます。すごーい、いいね。超かわいいんだけど。じゃ次行きます。次は、何これ。あ、ブラシです、これも。あ、ブラシか。これ、わか。開けてみますね。かわいい。かわいい。こういうね、形のブラシ欲しかったんですよ。かわいい、面白い。こんな感じの香水型になってるブラシです。本当だ、かわいい。
かわいい。こんな感じでね。どうやって使うの？ほら、ここ持ってこうやって。あ、そうやって普通にやればいいのか。そう。いいね。いいよね。かわいい。ポンシャにほっぺたついた。前からついてるよね。うん。次は、この袋の中ですね。はい。これも直接入っちゃってるんで、うん、もうどんどん出していきますね。おぉ。やば、やばく。おぉ。じゃん。おぉ、すごい。すごいねー。ということで、多分これ全部ゲーセンで撮ってきてくれたと思うんですよ。それがすごいよね。ゲーセンで。このね、ここにね、このクレーンゲームのマークがね、全部ついてるんですよ。すごーい。ちょっとごめんね、のばらちゃん。ほんと、ちょっと。ですね。やば。こことかにね、うん、全部ね、クレーンゲームのね、マークがついてるんですよ。うんうん、全部ゲーセンで撮ってきてくれたものなんですよね。ねえ。これ撮るって大変じゃない？大変だよね。しかも4つって。やばい。本当ありがとうございます。ありがとうございます。開けてみますか。はい。ジミー、全部開ける。これは呪術廻戦っていうお話に出てくる野原ちゃんですね。そうちゃんの好きな。ありがとうございます。かわいい。お人形と、これはコンパクト。鏡ですね。あ、待って、映る。汚い部屋が。映らない程度です。はい、ということで、組み立てできました。見てくださいよ、この可愛い子たち。可愛くない？かっちゃんとか、おじゃこの、なんか、やつなかったもんね。そう、デク君の、一番くじで言って、デク君のフィギュアしか、当たったことがなくて、うんうん、リク君しか持ってなかったんですよ。新たにこの子たちが増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいね、最近ゲーセンとか行ってなすぎて、ほんとね、感謝 してもしきれないぐらいの、本当ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。飾りたいと思います。はい、ということで今回はね、ジョジョさんにもらった誕生日プレゼントを紹介してみました。ということで、それではバイバイ。本当にありがとうございました。バイバイ。これからもよろしくお願いします。